今からドライブ行きます。ハワイドライブ。レッツゴー。姉ちゃん映ってるやつね。喋っておる。また歌ったり。今写真をね、見てるんですよ。じゃあ今撮ってるよ、みよちゃん。お音声も撮ってるよ。みよちゃん元気ですか？うん。今ワイキキビーチどうだった？楽しかった。じゃあこれからまた東の方に向かって走ります。いろんな海の見えるところを泊まりながら走っていきたいと思います。はい、じゃあこの辺はカハラです。2日目ぐらいにカハラのホテルでブレックファスト食べましたね。みおちゃん覚えてる？そう、虹も出たし、外のオープンテラスのところで食べました。何食べたか覚えてる？うん、いろんなもの。なんかあのパンケーキの薄いパンケーキを食べました。ちょっとカハラモールを越えますけど、後でまたカハラモール戻ってくるかもしれません。あ、ブルージープが走っています。ルビコンかっこいい。でも横に並べないかな。お、横に並べそうだ。ルビコン見えるか。あー、見えないわ。見えなかった。あれほら、ホロのやつ、あれ一番いいじゃん。ルビコンなのに上がホロ、かっこいい。ホロって？ウィーンって開くのジープなんだけど。どれが？お、パーキング渋滞しています。みんなあれなんだ、誰が鼻馬？お、ジープも鼻馬は渋滞に入ってきました。ルビコン鼻馬湾に来たかったんだ、あのジープは。そこが辺がやっぱ花馬なんだよ。そこがそうなんだよ。お、この辺は景色がいいです。お、この辺もいいね。ちょうどいい。たまに雲に入るから涼しくて気持ちいいです。お、前回行った駐車場です。なので今度は2個目の駐車場の方が綺麗なので、2個目の駐車場を目指します。じゃあカメラの方を見て面白い顔一つ。はい、3、2、1、はい。どっち？僕が映ってんのこれ。映ってるよ。いいっす。なんかカメラはあっち向いてるけど。うん。これだけ360度カメラだからね。どこでも撮ってます。下に降りられるんだ。そう、ここなんか湾みたいになってるんだよね。お、ジャンピングしてる人がいる。なんかジャンピングお兄さんがいるよ。なんだこれ。ジャンピングお兄さん。あ、ボクサーなんじゃない。はい、左にクアロアランチ見えてきます。クアロアランチは着いて3日目ぐらいに来ました。今日なんか曇ってますね。上が曇ってるので3日目の方が良かったかもしれない。だから3日目にいい映像がいっぱい撮れました。本当は今回はハーレーを借りて一人でツーリングに行こうと思ってたんですけど、お母ちゃんがあんまり車に乗れないので、結局最終的に今はママが乗れないのに最終的にカマロのオープンカーになりました。オープンカー借りた時はカマロが来るかマスタングが来るか分かってなかったんですけど、カマロが来てよかったです。なぜならカマロはリモコンでオープンが開くという日本では多分できないシステムがついてました。なのでずっと今回滞在する7日8日間ほとんど開けて走ってました。なので結構手とか顔は日焼けです。はい、ちょっと給油しました。出発します。ガソリンスタンドにいます。今はちょっとだけ給油、今日の夜また最終的に給油します。あ、そうだ。はい、みおちゃんがおとなしくなってきたのでもうすぐ寝るんじゃないかモードです。もうすぐ寝ますか？あ、寝てました。寝てますね。さっきガソリンスタンドでガソリンを入れたんですけど、一つハワイの情報として、ハワイはアメリカと違って
クレジットカードがそのまま使えました。日本発行のクレジットカードでそのまま給油することができました。確か前回もガイドさんつけて走った時はガイドさんがクレジットカード使えるよって言ってたので使ったことを思い出したんですけど、それが結構前、もう13年ぐらい前なんですけど、それから何回かハワイ来てる時はなんかアメリカと一緒で、アメリカみたいに日本のクレジットカードを入れるとエリアコードみたいなのを入れてくれっていう ZIP コードですね、 ZIP コードを入れないとクレジットカードが決済できないっていうシステムで、だからアメリカ発行のクレジットカードしか使えないんですけど、ハワイはそんなこともなく使えたので良かったです。一応結構キャッシュを残しておいて、最後ガソリン入れるときにキャッシュで入れようかなと思ってたんですけど、まだクレジットカードで決済ができるので、今後ハワイに来る人も覚えておくといいかもしれません。今回ハワイをレンタカーで走ってみて、結構目についたのがやっぱジープラングラー JL 結構走ってますね、まあ、JL 以外でも JK でも、あ、これ JL か、 JK もそれ以前のモデルも結構走ってます。やっぱハワイはジープが似合います。結構屋根がソフトトップタイプとか、そもそも屋根をつけてないタイプも結構いて、あと色のラインナップもブルー系のいろんな、私と同じビギニーに乗ってる人とかもいて、ブルーが似合うハワイっていう感じでした。あとそれ以外にもマスタングとカマロのレンタカーもかなり走っています。今日ハワイ滞在の最終日にやっと時間ができたので、インディアンのハワイのディーラー行ってきました。前回も家族で来た時に行ったんですけど、ハワイはね、日本と同じでラインナップが揃うのが遅いのか、一応さっきスポーツチーフは1台ありましたけど、基本はニューチーフとスカウトメインで、あのでかいモデルはほとんど置いてなかったですね。チャレンジャー1台とチーフ店が1台あっただけです。パスートは1回だけ、あの去年のインディアンのオーナーズミーティングで見たことあるんですけど、今回パスートの色違いとかいろいろあるかなって期待していったんですけど、それがなかったのがちょっと残念でした。あとあのブルーの限定モデル、あのアイコンのスポーツチーフもあるかなと思ったんですけどね、あったのは黒一色だけだったので、ハワイもね、おそらくね、注文ベースとかでね、仕入れてるんだと思うので、そんなにね、在庫はね、置かないのかなと思いました。走っててね、バイクね、週末じゃないとやっぱ見かけないのかな。最初の初日2日ぐらいはバイク何回か 見かけたんですけど、今までインディアンだと、インディアンのスカウトをなんかカスタムした、私より年配の方がカスタムして乗ってるのを1回だけ見かけました。やっぱハワイはね、スカウトでもね、ノーヘルで乗れるから、結構ね、なんか乗ってる姿がなんかバランスが良くてかっこよく見えました。今までハワイでレンタルハーレーで走ったのは2回なんですけど、1回目はね、これはあの2ケツで後ろでカメラマンとして走ったのは2010年、もう13年ぐらい前に DVD の撮影に来た時なんですけど、それから2012年ぐらいかな、姪っ子が留学する前に英語をやっぱり覚えたいっていうので、一回あの実践的なテストをやるために連れてきた時に、その時に2ケツで一周したので、その時にねロードキング借りて乗ったんですけど、まあ、それ以来だったので今回ねバイク借りようかなと思ったんですけど、でもハワイでね何回かレンタカー借りたことあるんですけど、オープンカーは借りたことなかったので、今回オープンカー借りてみたら、やっぱハワイみたいにね、このあんまりスピードが出さない、ここハワイの一般道ってだいたい25マイルとか30マイル制限だから、45キロとか60キロ制限かかってるので、みんなゆっくり走るんですよね。だからバイクで走る人も結構ゆっくり走ってるので、だからノーヘルでねバイク乗ってもそんなに怖くないようなところだから、オープンカーでもね、ずっとオープンカーで高速走ると結構風で疲れてしまうんですけど、まあ、この辺なんかちょっとクラシカルな雰囲気、
オープンカーで走るのが似合う。やっぱりね、レンタカー の駐車場にもね、オープンカー置いてる数が結構あったのでね、やっぱオープンカー需要があるんじゃないかと思います。また娘がね、もう少し大きくなって一人でどっか家族で来ても行動が結構別々にできるようになれば、私がもう一回レンタルバイクで一人だけこうツーリングに来るなんていうことも可能なので、まあそういうことが5年後10年後できればなぁと思っています。カマロのオープンカーはね、前回アメリカ大陸でね、ロサンゼルスからバレームファイヤーに行くときに、あれも2012年型ぐらいのかな、置かれて乗ってたんですけど、あの時はわざわざ V8 指定で、 V8 エンジン 6.1 リッターが置いてるところ、たまたまハーツの結構高いグレードのラインのラインナップにあったんですけど、 V6 はね結構安かったんだけど、 V8 は少し高かったんだけど、わざと V8 を借りたんですけど、まあ、今回はね、多分これ 2.2 リッターターボかなんかだと思うんですけど、結構走りも良く、このオープンの機構が、電動の機構がすごいいいのでね、これ日本で売ってたらいいなと思って調べたら、やっぱ日本ではね、規格のせいだと思うんですけどね、これリアのヘッドレストがないからなのか、それともこのリモコン関係の Bluetooth の電波の関係なのか、なんか日本では売ってないみたいですね。平行で売ってるかは調べてないんですけど、もし平行で売ってたらこれ便利なんで、なんかちょっといいなぁと、欲しいなと思うぐらい乗りやすいオープンカーでした。お、この辺もいいね、うん、あ、クアロアランチャーでしょ。あ、クアロアランチャーの三角島。今回はまあいろんなとこ行ったんですけど、やっぱ初めて行ったクアロアランチがまあ結構面白かったのと、あと前々から行きたいなぁと思ってたのに全然行けてなかったタンタラスの丘も行って、ワイキキを上から眺めてみました。あと前回家族で来た時に滞在していたバケーションハウスの近くに行ったり、西側の海岸線を結構走ってみたりと、もうほとんどぐるっと一周、あと晴れ岩でガーリックシュリンプを食べてみたり、松本シェイブアイスを食べてみたりと、8日間の滞在でしたけど、結構片っ端からやれることはできたので、一通りは満足できました。というわけで今回はもう娘をいろんなところに連れていく、で娘の英語力を、実践的な英語力を鍛えるっていう目的もあってハワイに来たんですけど、また今後も娘の英語力のトレーニングを兼ねて英語圏、まあ、次はねオーストラリアかね、アメリカなんかね、ちょっと最近ねニュースを見るとね危なそうなんでね、一人で行く分にはいいんですけど、娘を連れていくにはちょっと当分は厳しいかなと思うので、次はね多分オーストラリアに行けたらなーって。これはねまだオーストラリアも物価高いんでね、来年は無理かもしれないですけど、2年後、3年後ぐらいに行けたらなぁと思っています。今回は帰ってから、しばらくしてから編集してアップする予定ですので、これからもよろしくお願いします。ではまた次回。